はい、続いて第2スタジオから今度は新興市場の話題をお送りいたします。内藤証券、投資調査部シニアアナリスト高橋敏郎さんに電話がつながっています。高橋さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか続落でちょっと弱い時代が続いてましたけれども、今日は新興市場の方もですね、はい、マザーズは急反発という、一息つけましたかね、これで。そうですね、はい、ええ、まあ、もうよく言えば切りよく700ポイントまで。あ、そうですね、そこまでいってくれるといいんですけれども、はい、うん、まあ、あとは、まあ、ウクライナですから、なかなかこちらだけでは何ともいかないというところはやっぱりありますけれどもね、見守る形でちょっと根を固めていけばというところなんでしょうか。もう2月相場も来週月曜日でおしまい、はい、そんな段階になってきましたので、毎月やっていただいてますあの月間のですね、集計をお願いしましょう。はい、はい、それではですね、はい、今月の2月のですね、はい、新興市場新高値、こちらまとめてありますので、はい、ご紹介したいと思います。まず1ページ目なんですけれども、こちら、マザーズ株式上場一部の、新高値の、状況です。マザーズですけれども、2月24日までですけれども、ね、新高値が8社しかありません。で、新高値の回数も21回、これ1月は12社で、31回でしたので、まあ、減っております。減ってますか。はい、でジャスダックの方が、2月が22社で41回、はい、これもですね、1月は29社で51回といったところなので、あ、これも減ってる。まあ、でも1月も随分、大変な月でしたけど、うん、まあ、2月も、まあ、そんなに大きくは変わらないというふうな状況です。うんうんうん、東証一部なんですけれども、これは参考で下の方ですね、はい、今回2月は、住友商事が11回中継上で新高値、太平洋金属も10回というふうに、まあ、特定の業種でですね、まあ、残されているバリュー傾向がしっかりしておったというふうな状況になっています。2ページ目なんですけれども、こちらからですね、マザーズの新高値、具体的な銘柄を紹介したいと思います。はい、で8社しかありませんでした。ですのでこの8社ですね、すべて持ってきております。うん、でこれ、一応見ていただきますと、一番右側の売買代金ですね、そのアスカネットだけがもう突出しておるというふうな状況でした。うん、そうですね、はい、でこちらなんですけど、1月の末にですね、あの空中ディスプレイをセブンイレブンでいわゆる実証実験をするという報道、うん、この報道しか特になかったんですけれども、これが1ヶ月間引っ張ったといいますか。そうなんですね、はい、商いができておりました。で、あとはこう見ていただきますと、まあ、業績が良かったというふうなところで、前回でも紹介しましたこのロードスターキャピタルとか、うん、はい、このフランシングエンジニア、こういったところが出ております。で、この2月のこの表の中でですね、1月から1月も新高値を取って2月も取ったというふうな銘柄というのは、この3番目のこのロードスターと、はい、今言いましたこの4番目のブランディングですが、そしてこの、はい、2番目にありますこの高吉ですね、おこちらが取っております。この高吉というのはこの店舗向けサービスというふうに書いてありますけれども、あの形としてはの道の駅のような形の、スーパーですね、これを、運営しておる会社なんですけれども、うん、あまりその目立っている状況ではないんですけれども、しっかりしておるなというふうな状況です。おー、時価総額100億ぐらいですかね。ああ、はい、でこのいわゆる急落急騰した中でも比較的値持ちというのもいいというふうな状況ですね。うん、はい、で次は、3ページ目ジャスダックにしたいと思います。ジャスダック、はい、でこちらジャスダックなんですけれども、この一票の中でこれはですね、株価の25日の乖離率のところですね、このウクライナ問題といいますか、こちらで非常にボラ高かったのですけれども、うん、25日でいくと、もうこの全てがその乖離、上にいるというふうな状況で、うん、まあ、動きがそれほどなかった、あとはその、まあ、いわゆる地政学的なものというのもありますけれども、うん、根持ちのいい銘柄が多いというふうな感じです。うん、で、こちら1番なんですけれども、この、ウルトラファブリック、こちらの方と、5番目にあるこのギリカラですね。ギリカラ、これはですね、はい、
12月決算でともに今期ですね業績好調というふうなところです。ウルトラファブリックスの方は今期 35% 営業増益、ジリからはですね、160% で 2.6 倍ですね営業増益の計画といったところで、リリカラの方は特に決算出した後ですね、あとは目立ったところでは4番のチェッティーニですけれども、こちらは1010日連続高というふうなところで非常に、そうですよね、この銘柄は、はい、ずっと上がってましたと、はい、いったところが、2月の、新高値の、まとめというふうになります。で今回はですねこの12月決算も出揃っておりますので、健康市場 その先ほど言いました業績銘柄、こういったところをちょっと見たいと思います、4ページ目なんですけれども、12期の会社計画表にして出しております。こちら見ていただきたいのはこのマザーズ営業利益の方が今期 23% 営業増益で、ジャスタですね、こちらがマイナス5というふうになっております。でちなみになんですけれども当初一部は8というふうになっております、でこの、ちょっと気になるジャスタのマイナス5なんですけれども、はい、これトータルの金額としましては60億円分減益なんですけれども、この中西で30億円分、キャパシパーティングオールで16億円、もうこの2つで大体説明ができるというふうな状況になってます。あ、そうですか、はい、はい、で中西さんの方はこれ部品調達が紙機大変なのでというふうな理由で、もう一つの、高橋カーテンウォールの方はこの受注量が減少しましたという、あと競争が激化というふうな感じで、どちらかというとこれ保守的じゃないかなというふうな、印象を受けます、ですので、それほどこの全般的に見ましてこの12月決算期の会社ですね、悪くはないなというふうな、感じだと思います。ジャスダックだけが飛び抜けて悪いわけではないというところですね、はい、そうですね、はい、で、5ページ目にですね、こちら、営業最高益ですね、やっぱり最後、ちょっと中期で見ると業績に修練するというふうな、ところを、基本としまして、その業績良かったといったところを紹介したいと思います。新興市場で12月決算期営業最高益の会社というのは、ね、59社ありました。59社、はい、あ、そんなにあるんですか。その中で、まあ、ここに出ておりますのが、売買代金で、25日平均で1億以上、はい、で営業利益の方で、30% 増益以上というふうな、そうするとこの10社が出てきたというふうな形になります。これちょっと見ますと、ジャスダックですね、ジャスダックの銘柄でも2つ出ておりまして、ここはかなり、ジャスダックで営業利益3割超えるというのはなかなか結構な伸びだなというふうなことが言えると思います。でここでちょっと、特徴的なことは、例えばこの3番のコアコンセプトテクノロジーですとか、6番目のワンキャリアですね、ワンキャリア、はい、あとこの9番目のプロジェクトカンパニーとも、にですね DX を、歌っておるというふうな会社です。あ、 DX 絡みです。でここには入ってこなかったんですけれども、はい、例えばその3アスタリスク、4053の3アスタリスクも、そうですし、あとアジアクイズですね、こちらの方も、2割前後のこの営業増益というふうなところで、DX 絡みというのが、少し目立ってきたというふうな、になっています、はい、分かりました。それでなんかピックアップしていただきましょうかね。あ、はい、で今日はですねこの最高益出した、計画しとるというふうな会社の中で、はい、この9246のプロジェクトカンパニーですね、これを紹介したいと思います。おで、このプロジェクトカンパニー、はい、本日も非常に、上昇しております。でこれは DX を推進する企業とも DX 一本やりになっております。でこの UI、UX というのは、まあ、要はその画面ですとか操作ですとか、これが、まあ、分かりやすい、優しい、使いやすいといったところですね。ここから始まってマーケティングをしてコンサルというふうに、もう DX を推進するためのいわゆるコンサルを一貫して行うというふうな会社、で上場の時なんですけれども、主要な顧客でこの SBI ですとかリクルート、 NTT データ大手の会社ですね、ここにもしっかりと食い込んでるというふうな会社、コンサルというふうなこの業態もあると思うんですけど、創業からですね、利益面では増益を確保しておりますし、粗利もですね、約50パルというふうに非常に高収益になっています。すごいですね、はい、粗利5割近い、
5割近い、でいろいろ引いてもやっぱり2割3割は残る、営業できるところというような感じ。でこの会社ですね、この今期なんですけども 64% 増収の 31% 営業増益を、計画しております。でここ7ページ目にこのちょっと中期的な、数字を会社として出しておるんですけれども、この C と見たところがこの会社が出しておるこの会社の計画になりますので、右肩上がりでいきます。すごいですね、まあ、25年12月期ですから3年、はい、先、はい、100億、ああ100億、売上100億の、利益が営業率20億というふうなところです。でこのストーリーがですね、この昨年ですか、その前までですとすごいといったところでもかなり交換されるような、状況だったと思うんですね。でこちら、今回ですね、これ、株価、今今日反発しておりますけどかなり下がりました。でどういったところが、注目されたのかなといったところを、考えましたところですね、この売上の立て方で共同参画パートナーというのが必要になっております。はい、で会社の方でそのコンサルタントがおりまして、それと協力して、やるという方々なんですけども、いわゆる外部の方々ですね。外部ですね、はい、はい、こちらの方々も、人が増えていかないとこの数字にはなっていかないといったところありますので、はい、外部の協力者というかですね、はいはい、共同パートナー、はいはい、はい、でこれがあの終わった期ですね、約35人いるんですけれども、この 24.12 期までに150人から200人ですね。そういったところ、ここですね、この例えばコンサル出身者、新規事業立ち上げ経験者ってなかなかその見つからないですか、はい、見つからないのかなというふうな、あるかもしれませんよね、はい、ただもうストーリーとしては非常に綺麗ですし、伸びる要素というのはたくさんあるかと思いますので、注目としてはこの、プロジェクトまでプロジェクトのマネージャーですね、この数とこのパートナーの数ですね、これをしっかり見ていって、クリアしていけばこの数字に近づいていくかなというふうな感じだと思います。昨年上場した会社ですよね、まだ若い会社ですよね、はい、上場もね、はい、今ここにチャート出してますが、11月に7270円という高値をつけた後ちょっと調整が続いてましたね、これね、最近足元ちょっと変わってきまして、また出直りを探るような動きになってきています、はい、で足元出来高の方も増えておるという感じです。そうですね、商いも膨らんできて、はい、徐々に膨らんできています、一時に比べると、はい、ロングの資金が入ってきてるのかなという感じですけども、はい、高橋さんどうもお忙しいところありがとうございました、はい、プロジェクトカンパニーご紹介いただきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい。